さあ、えー、今回もですね平っちゃんの話し相手がですねこの JFA ハウスに来てくれるということで、まあ、あのこの JFA ハウス、まあ普段はここで皆さんこうやっていろいろお仕事をされてる、えー、一角をお借りしてやっておりますけどもその一角にとびっきりのとびっきりのイケメンが、えー、来てくれるということで、えー、白石俊哉さんが、えー、なんとお越しになるということでどんな話になりますやら。 さあ、平、えー、ちゃんの話し相手、今回も、えー、来ていただきましたイケメンでございます白石俊也さんですよろしく、ね、お願いします。絵が持ちます。ありがとうございます。<laughs> 本当に男前ですね。あ、ありがとうございます。ジュノンスーパーボーイコンテストっていうのに出たんですか。はい。それでジュングランプリ。ジュングランプリ。はい、すごくないですか。これだから男前選ぶコンテストですよね。ですよね。<laughs> まあ、まあ、まあ、そうちゃそうですね。 なんすか、もうその控え室とか男前ばっか集まってきよるんですかええーっなんかアピールしたんですかそこでこんなんできますよみたいなアピールしたんですかああでもその時はあれですねあの… 1時1時みたいな2時のその…みんな集まる時はそんなの用意してなかったんで,、うん、でちょっとなんかサーフィンもやってたんで、はい、エアーサーフィンしますとか言って <laughs> <laughs> なんか自分で寝転がってこうやってこう立って「以上です」みたいな最終選考っていうのがあってそれはなんかステージでやるんですけどその時はなんか仕込みというか,あのなんか何でも準備してよかったんでで本当サッカーしかやってなかったんであのリフティングをやって普通にやっただけですかテストととかかリハーサルとか全然 失敗しまくったんですけど、なんか本番が一番うまくいったんですよ。で、そのリフティングが上手だったから、僕はあの。準グランプになったようなもんなんですよね。本当に。あのだいたいこういうものってね。だいたい最後にあの映画の紹介とかするじゃないですか。違います。頭から紹介します。もう頭から紹介します。珍しいです。珍しいんですけど、ということで映画に。出演されているということで。えなんという映画でしょうか。ホペイロの憂鬱という映画でして。はい。 これがあのサッカークラブを舞台にした映画になってましてはははいいいで架空のチームなんですけど今回の映画の中では J3 クラブのサッカーチームという設定でその中で僕が、えー、ホペイロとして働いているんですけど、はい、ホペイロが主役なんですかそうですかそうおも面白い映画ですね。 はい、あの小説もありまして、はい、同名小説の原作があって、はい、これ面白いですね大体も選手とか監督さんとかそういうところにこうフィーチャーしますけど、はい、ホペイロにこうフォーカスしてそうですね結構サッカーやっぱやってた人でもうん、うん、ホペイロってあんまり知らない人も意外と多くて僕のイメージは、はい、まあスパイクの管理っていうのはやっぱ一番メインの仕事なのかなと思ってて。はいはい と思ってたんですけど、はい、結構それだけじゃなくて何するんですかなんか本当に何でもするらしいんですよヨーロッパとかブラジルとかそういう、うん、あの裏方の仕事の、はい、あの文化が盛んなところは結構ちゃんと決まってるらしいんですけど、うんはい、日本においてはまだまだ本当に雑用係というかでまたそのチームによってもまた仕事の内容がはいでこの映画の中ではど,どんな仕事までやったんですかえっとそうですねこの、えー、舞台になっている ビッグカイト相模原っていう架空のチームはですね。えなんですか,ですか。ビッグカイト相模原って。<laughs> ビッグカイト相模原、はい、っていうチームなんですけどえ。もしかしたら大凧ってことですか。そういうことですね。<laughs> なんかイベントありますね。向こうでなんか凧揚げのイベントありますもんね。ビッグカイト相模原、はいはい、っていう架空のチームは非常にお金がない。 貧乏なな、はい、資金力がない地位で本当に僕が演じたこのホペイロはいろんな仕事をさせられて、はいえー、雑用から、えー、あと選手のケアだったりとかそれはなんですかそういうのも本当にホペイロの役割でもあるらしいんですよ。 僕もびっくりしたんですけど選手とそういうコミュニケーションを、うん、まあやっぱあのサッカーのプレーとは関係のない、うんえー、仕事なので結構心割って話してくれたりとかするみたいであの例えば役者さんとかもそうですけど例えばそのメイクさんみたいな人にちょっとポロッと最近こんなに悩んでるんですよとか言ってしまう時とかね,ね、はい、だから多分サッカー選手もそういうホペイロみたいな方に <laughs> そういうはい。 あの、ちょっとした悩みだったりとか。だから、そのサッカーの、その、ことだけじゃなくて、プライベートのことも。ちょっとこんなんで悩んでるんだよみたいな、そういう役割も結構、あの、ホペイロは重要みたいですね。それなんですか。聞きすぎて憂鬱になったんですか。えっと、まあ、このホペイロ憂鬱っていうのは。<laughs> うん、本当に、自分は、えっ、ー、と、ホペイロとして、はい、あの、えー。自分の仕事に専念したいんですけど。うん えー、弱小クラブが資金力がないかゆえに、うん、いろんな仕事をこう、えー、任されて雑務が多いと多いと、はい、それで自分の仕事は何なんだと悩んでいるホペイロ結構今話聞くだけでもなんかあの深いですしちょっとサッカーっていう枠をちょっと超えたようなそうですねあの本当サッカーーの,あのプレーを 映映すようなな画ではなくてサッカーチームっていうクラブの組織がこうどううまく回っていったら、うん、あのチームの成績に影響するのかとか,、うんうん、かそういう意味ではあの他の会社とか、うんえー、学校とか社会の組織と、まあ、やってることは分かんないと思うんですけどっていうのが割と普遍的なテーマになってますね。なんかでももサッカー自分ら見る時も ただ単にこう11対11人の対決じゃなくてちょっとこう自分の生活とか自分の仕事にこうオーバーラップさせてみる瞬間とかあるじゃないですか、はい、例えば役者さんだったら今回立ち位置俺フォワードやなとかいやこのポジションだったらボランチかなとかいいろろ考えたりしませんそうですね、うん、そういうのもあ,のあるので、うん、本当サッカー知らない方でも、はい、そういうふうに見てもらえる作品になってますね。